はい、どうも。ですね、実写と見比べようでございます。前に、ライブ配信の中でね、アブソーバーとかダウンサスの話をさせてもらってて、で、まあ今ちょっと、スタッドレスタイヤに変えようとして、で、そういえば、ここでお見せした方がいいかなということで、今やっちゃおうと思います。足回りのお話ですね。まず部品の名前ですね。プラモデルだと、これとほぼほぼ同じ形状してるやつだと、青島の86レビントレの、富士見のワゴン R ですね。と、あとは、ラテラル付きのやつ。青島のセリカ。ダルマセリカとリフトバック。で、多分、長谷川のダルマセリカもそうだと思います。長谷川のダルマセリカ最近組んでないので、ちょっとパッと思い出せないんですが、その辺がこれとほぼほぼ同じ形状の足回りをしています。ですね、まずここ、アクスルですね。車軸、アクスルです。これはもう向こうと繋がっている。で、これなんだっけ？この、青の名前パッと今思い出せないんですが、で、ラテラルロッド、スプリング、アブソーバーですね。この奥に見えるのが燃料タンクです。でですね、このワゴン R は FF なので、まあ、ここにね、デファレンシャルがなかったりだとか、あとは、ここにね、ドライブシャフトが通ってなかったりとかするんですが、このタイプはですね、まあ、全般的にはリジットアクスル。要は、左右がつながっているのをリジットアクスルと呼びます。でですね、それぞれのここ、今ちょっと亀裂入っちゃってますけど、ここ、付け根のところ、これはゴムブッシュですね。この辺に関してはそれぞれの役割はまた後でね、お話しようと思います。で、スプリングと、この奥に見えるやつですね。これがですね、バンプラバーとか、バンプストッパーとか、そういう風に言ったりとかします。でですね、その、中で話をしてたやつなんですが、何の話だったっけ？このダウンサスの話ですね。バネというのは、基本的にまあ同じ、こう、バネとバネのこの金属の間の、この隙間のことをピッチと呼ぶんですが、頭頂ピッチ、同じ長さのピッチ、だから頭頂ピッチ、長さが違うやつを不等ピッチと呼びます。要はピッチが、統一ではない。不等の不は、不完全燃焼とかの不。で、等は、統一の等じゃないわ。などなどっていう、均等とかの、竹冠に寺ですね。あれのことを不等ピッチって読みます。まあ、このダウンサスに関してはですね、ちょっと今パッとお見せする仕方を思い浮かんだので、ちょっとここで一回切って、ダウンサスっていうのがどういう風になるかっていうのをちょっとお見せしたいかなと思います。で、まあ、ショックアブソーバーは、アーカイブをご覧ください。まあ、実際このダウンサスっていうのはどういう風になるかっていうのをね、一回お見せしようかなという風に思ったので、急遽撮影することにしました。ちょっと息が上がってるのはね、今までね、ちょっとね、タイヤを、上げ下ろししてたので、その関係です。じゃあちょっと一回切りますね。ご視聴いただきありがとうございました。